どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ウェブで完結 ANA クレジットカードをお持ちの方も、作る、使う、貯めて増やす3つのステップで最大5000マイルがもらえる2021年夏の獲得チャレンジキャンペーン解説ということで、こちらですね、 ANA マイレージクラブのキャンペーンページにですね記載がありまして、気になっている方もね結構いらっしゃったのではないでしょうか。こちらはですね、 ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットのデビットカードの、まあ、こちらキャンペーンなんですけども、最大ね5000マイルがもらえるキャンペーンっていう風になりますので、最大数のねマイルをもらうにはですね、ちょっとね条件があるわけなんですけども、まあこの点とですね、私もねこちら実際に利用していきたいなっていう風に思っておりますので、実際のね利用方法なんかもですね一緒に解説ねやっていきたいなと思います。ということで、こちらのキャンペーンの詳細ですね、こちら期間がですね2021年の7月の15日からですね2021年の9月の30日、こちらエントリー不要という風になっておりまして、特典はですね全部で5000マイルという風になっておりまして、3つにね分かれております。まずですね、口座開設と ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットですね、同時発行で750マイルがもらえるっていう風になっておりまして、でキャンペーン期間中にですね、こちらの ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットのデビットカードですね、こちらを2万円以上の利用で1750マイルということで、で3つ目ですね、貯めて増やすということで、 ANA マイル付き外貨預金の新規契約で2500マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。でですね、このキャンペーンでですね3つに分かれておりますけども、1つずつですね条件がありまして、まず1つ目ですね、こちら ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットの作るのキャンペーンですね、ウェブで完結来店不要ということで、こちらはキャンペーン中にですねソニー銀行の新規口座開設と ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットを同時に発行されることということで、こちらはですね750マイルがですねもらえるっていった形になります。こちらね通常でもね、こちらキャンペーンマイルねもらえるようになっておりまして、通常は500マイルのところが750マイルという風になります。で積算時期ですね、口座開設月の翌月上旬頃という風になっておりまして、で2つ目ですね、使うの方ですね、1のね条件を達成した上でですね、キャンペーン期間中に国内ショッピング2万円以上ね利用された方ということで、こちらのキャンペーン期間っていうのは先ほどの全体のキャンペーンですね、7月15日から9月の30日までに2万円以上ね国内ショッピング、こちらのソニーバンクウォレットのデビットカードでね利用していただくと1750マイルがねもらえるっていった形になります。でこちらの積算時期は11月の下旬頃という風になります。で3つ目ですね、貯めて増やすということで、この1と2はですね、この ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットっていうのはですね、すでに所有されている方はこの1、2はねキャンペーン対象外っていう風になるわけなんですけども、この3つのね貯めて増やすっていうね、こちらの2500マイルもらえるキャンペーンについてはですね、すでに ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットですね保有されている方も対象っていった形になります。でこちらの条件がキャンペーン期間中に ANA マイル付き外貨定期預金を新規契約されることというふうになっておりまして、こちらで2500マイルですね、マイル積算時期は11月の下旬というふうになっておりまして、まあお取引にあたっては重要事項っていうのをご覧くださいっていうのはね、記載がされておりますので、まあこちらねもし利用される方はですね、こちらを確実にチェックしてからですね利用していただきたいなと思います。でですね、まあこの1つ目と2つ目ですね、ソニー銀行と ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットを同時発行、またね期間中に2万円利用していただいてっていうね、この1つ目と2つ目に関してはですね、まあ簡単っていうかね、まあそのままなんで、まあかなり分かりやすいと思うんですけども、この3つ目のキャンペーンですね、 ANA マイル付き外貨定期預金サービスということで、こちらは海外通貨のね定期預金っていう風になっておりまして、まあ日本円をですね定期預金する場合はですね、為替の影響っていうのはね受けませんので、損することはね、ないわけなんですけども、こちらは外貨定期預金っていう風になりますんで、為替の影響をね受けるっていった形になるんですよね。ですので、まあ入金したお金がですね、まあ外貨をね購入して定期預金をするという風になりますんで、まあ損する可能性があるっていった形になるんですよね。ですので、まあこのキャンペーンはですね2500マイルということで、まあ結構ねもらえるっていう風になるわけなんですけども、まあ個人的にはですね、こちらちょっと今回ね
私このソニーバンクウォレットっていうデビットカードもね保有しておりませんのでやってみようかなと思うんですけども、まあ先ほども言いました通りですね、損する可能性がねありますので、この点はですねやるかやらないかっていうのはですねご自身でね判断していただければなと思います。でこの ANA マイル付き外貨定期預金というねサービスの詳細なんですけども、公式サイトにですねこういった感じで詳細が記載されております。今回のねキャンペーンはこの定期預金をね組んでいただいてこのキャンペーンの2500マイルがもらえるわけなんですけども、じゃあ実際ですねいくら購入してどのくらいの期間をですねこの外貨定期預金ねすれば、まあ、キャンペーン対象になるのかっていう話なんですけども、このね公式サイトに記載がある通りですね、まず一番上ですね預け入れ期間1ヶ月3ヶ月半年1年っていう風になりまして、まあこちらはですね受け入れ通貨によって取り扱いない期間がありますということで、期間はですね1ヶ月からまあ1年の中ですね、まあ、選択するっていった形になります。で購入する通貨に関してもですね、まあこういった感じで600ドル以上1セント単位ということで、まあこちらね、もう文字通りなんですけども、このANA マイル付き外貨預金サービスをね利用する際はですね600ドル以上じゃないと、まあこのサービスはね利用することができないっていった形になるんですよね。まあこちら定期預金ということで、まあ1ヶ月ですね600ドルをですね定期預金ねしていただいて、まあ満期になったらまあ返してもらうみたいな感じなんですよね。まあそれで金利がもらえるっていうのはまあこの定期預金なんですけども、まあ満期の取り扱いということで、満期についてはですね自動解約っていう風になりまして、まあこちらこちらを円もしくは外貨でね受け取ることができるっていった形になります。でですねこの ANA マイル付き外貨定期預金っていう風になりますんで、まあ今回キャンペーンでですねこちらを購入すると、まあ、2500マイルねもらえるわけなんですけども、じゃあこれはですね普通のこちら商品としてあるものなんですよね。ですんでキャンペーンとは別に ANA マイルねもらえるのかっていう話なんですけども、もちろんねこういう商品なんでもらえることはもらえるんですけども、こちらも公式サイトにね画像がある通りですね、まあこちら一番上見ていただきたいんですけども、6ヶ月間ですね100ドルあたり1マイルということで、まあ半年間ですね100ドル預けた場合、まあ1マイルがもらえるっていう風になりますんで、まあこの ANA マイル付き外貨預金自体のですね ANA マイルの付与率っていうのは、まあかなりね厳しいって言った形になるんですよね。まあですので、まああの、すごい資金を持っていてですね、まあたくさんお金をね、預けられる方であればですね、まあある程度ね、ANA マイルもらえるのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあ私はね、今回このキャンペーンを狙ってですね、これ2500マイルをですね、取りに行きたいなと思っております。それではですね、ANA マイル付き、外貨定期預金ですね、最短でねキャンペーン達成するにはですね、まあどのぐらいねお金がかかるのかっていう話なんですけども、先ほどね、表で見ていただいた通り最短のですね定期預金のね期間は1ヶ月っていった形になりますんで、でこちらをね私の方でね計算させていただいたんですけども、米ドルからですねスウェーデンの、クローナ、ちょっとこれね両方ともね書いてあるんでどっちかわかんないんですけど、まあそれは置いといてですね、まあ米ドルであればですね、まあ必要通貨が600ドル以上ということで、まあこちらがですね本日の7月19日の為替レートの中値で、まあ、109円ということで、持ち出し金額はまあこちら大体ですけどもね 65,400 円っていった形になるんで、まあこういった感じでですね預ければまあ2500マイルがですね、もらえるっていった形になるんですよね。まあ先ほどもね言いましたけども、こちらは外貨の定期預金っていう風になりますんで、まあ損する可能性がですねあるんですよね。ですので、まあ、やるかやらないかっていうのはですね、ご自身でね、判断していただければなと思います。まあ、1ヶ月ですね、まあ、この 65,400 円を、まあ、支払って600ドルですね、定期預金組んで、で、まあ、1ヶ月でね、自動解約っていう風になりますんで、まあ、それをね、円価外貨で、払い戻すというか、まあ、受け取ってですね、まあ、終了っていった形になりますよね。まあ、この円価ね、外貨で受け取るかどうかっていうのはですね、まあ、ご自身の判断でね、していただければなと思うんですけども、まあ、この ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットっていうのはですね、外貨のね、口座開設もできて、それにね、入金しておくこともね、できますので、まあ私はですね、まあこちらを外貨で受け取って、まあ今後のね、あの海外旅行の際にですね、デビットカードとしてね、利用したいな、なんていうふうに思っております。ちょっとね、今回の動画ではね、話が長くなってしまいますので、ANA マイレージクラブソニーバンクウォレットのね、カードのね、
詳細っていうのはね、また次回にしようかなというふうに思っておりますので、まあ、今回はですね、実際にね、このキャンペーンね、利用して、ANA マイレージクラブ、ソニーバンコレットカードの申し込み等々をね、実際にね、やっていきたいなと思います。ということでね、実際にやっていきましょう。ちょっとこれにね、画面出しておきます。で、このキャンペーンページはですね、普通にね、URL がありますので、こちら概要欄に載せておきますので、もしね、利用されたい方はですね、概要欄からね、クリックして利用していただければなと思います。まあ、こちらでね、全部で5000マイル取れますんでね、こういうのをね、コツコツやって ANA マイル貯めていきたいと思います。ではですね、まず、口座開設同時にマイルをプレゼントということで、これはどこからかな？ここですね、作る。まずここから行きましょう。ANA のサイトで お申し込みのお客様へということで、まあ、こちら確認事項がね、書いてあります。まあ、こちらね、年会費かかりませんのでね。まあ、ここからね、確認してっていただいて、申し込みですね、ソニー銀行口座をお持ちでない方、持っている方、まあ、こちらありますね。私は持ってませんので、持ってない方をクリックして、ANA マイレージクラブソニーバンコレット申し込みということで、まあ、こちらですね、キャンペーンページがね、ちゃんと記載されておりますね。こちらペーパーレスと郵送での口座開設。こちら2つに分かれてるんですね。まあ私はですね、ペーパーレスでいきたいと思います。で、流れがね、下の方に書いてありますね。まあこれはご自身で確認していただいて、ペーパーレス口座開設いきましょう。ということで、口座開設ということで、こちらね、必要事項を記載していきます。ちょっと入れちゃいますね。それはね、必要事項入力終わりました。まあ、こちら一番下の次へをね、押します。そうするとね、入力の確認が来ますね。こちら入力確認しておきましょう。で、入力を確認するページの下の方にですね、ログインパスワード、暗証番号の設定ということで、こちらもね、入力していきましょう。それはね、入力が終わりました。ANA マイレージクラブお客様会員番号ということで、こちらもね、皆さん入れておきましょう。私もこれ入れてね、申し込み決定を押します。これを入れておくとですね、お客様番号はね、統一されるっていう風になりますんで、多分入れといた方が便利そうですね。ではね、口座開設完了いたしました。でですね、この後の流れっていうのはね、下に記載がありまして、これからね、メールが受信されて、その後、郵便局から通知で、本人確認書類の提示で、キャッシュカード受け取り完了っていった形になるみたいですね。ひとまずね、これで申し込みは完了っていった形になります。でですね、自分のね、登録したメールアドレスね、見ていただくとですね、口座開設お申し込みありがとうございますということで、ソニー銀行からですね、メッセージが届いております。ここに、ね、受付番号とか記載されておりますんで、まあ、ひとまずね、これで、しばらくね、待ちたいと思います。ひとまずですね、今ね、この状態で、銀行口座の開設と、デビットカードですね、こちらの申し込みが完了したっていう風になりますんで、ここでね、一旦カードを待ってですね、この後ね、また続きをやるっていった形になりますね。で、今回の動画に関しては、ちょっとね、今の現時点でこれ以上ね、やりようがありませんので、この3番目ですね、ANA マイル付き外貨定期預金新規契約でマイルをプレゼントということで、こちらのね、取引画面に関してもですね、今後ね、動画解説していきたいなっていうふうに思いますので、もしね、今回のキャンペーンですね、利用されたい方はですね、とりあえずここまでやっといていただいてですね、そちらもね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。まあ、こちら全部でね、5000マイルが獲得できるということで、まあ、この5000マイル獲得っていうのはですね、まあ、人によってですね、5000マイルのためにこれまでやるかどうかっていうのはね、判断分かれますので、まあ、私はね、こういうちっちゃいやつもね、結構取りに行ったりしますので、まあもしね、利用されてみたいっていう方はですね、ぜひね、ソニー銀行のね、口座開設と、ソニーバンコウォレットのですね、申し込みね、しといていただければなと思います。このね、ソニーバンコウォレットっていうのもですね、外貨決済手数料がね、結構お得な、デビットカードっていう風になりますんで、まあこの詳細はですね、またね、他の動画で解説出したいと思っておりますんで、そちらもね、ぜひチェックしといていただければなと思います。ということで、今回の動画はですね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルドボンボーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。